スタジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間は柏レイソル対ガンバ大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。柏はこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、各ポジションごとの役割がはっきりしているシステムですよね、はい、サイドバックとサイドハーフの連携から中央へのクロス、まあ、これが一般的な形になってきますよね、まあ、両サイドの縦の動きが非常に重要になってきますよね。柏のキックオフでスタート。柏レイソル対ガンバ大阪。まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちをサッカーすることをまず心がけることですよね。なるほど、まずは序盤です。古賀、縦へ送る。ここはつながりません。裏を狙っていきます。いいうまくボールに行きました。山田、さあカウンターのチャンスになります。ロングフィードで狙う。ここは対応します。黒川、スペースを狙う。宇佐美から倉田、スルーパス。ガンバが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんでしょうね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどね。なるほど、確かにサイドに人数をかけているという印象です。ディフェンスとシュート、素晴らしい反応でした。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。ガンバ決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。縦に送ります。渡ります。ジエゴ、左サイド上がっていく。さあ来たか。ここはいいプレスで奪います。ジエゴ、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。さあ宇佐美、裏のスペースを狙う。おっといいボールですよ。お、これいいですよ。中上げる。ボールはクリア。ここで受けて、柏は前半まだシュートまで行けていません。お、いい形じゃないですか。さあ来たか。ここは通しません。大きく縦へのアーチ、プレスからボールがこぼれる。黒川、宇佐美に渡る。このボールに触ります。大きく前線に入れます。これはつながりません。ふわっと裏を狙う。いいボールですね。グラタ、さあ来たか。ここでいいでしょ。収まってシュート。あ、今度はどうだ。いや、前線にボールを送ります。裏のスペースを狙う。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。さあカウンタースピードを上げたいところ。裏を狙う。スルーパスを出す。いいプレッシャー。豊島、さあここでカウンター。そう狙った。裏へ抜けた。もうこれいいでしょ。勝負のシーン。さあ来た。先制。レイソル。いやいや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。
さあ柏先制1対0です。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。カット、もういい形ですよ。素晴らしいパス、ロードのシュート、おー決まった、追いついた、頑張っ、いや北澤さん、これ早かったですね。いやこれまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。美しくも主張するふわっとした一撃、そのまま打つのか浮かせるのかっていうお互いのこう駆け引き、それが楽しみましたよね。落ち着いてきっちり決めてきましたよね。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはこれで今日のゲーム面白くなってきました。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね、はい、オフサイドか。縦へのボール、ここは通しません。お、いい形じゃないですか。アーチのようなパス、これいいですよ。これはどうだ、シュート、非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。決定機でした、柏。さあ同点のまま前半を終えています。ここまでいかがでしょう。今の段階でいうと同点、その中でどういった形で前半を話し合い後半に挑めるかですね。柏レイソル対ガンバ大阪、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。ここでファールがありました。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。今のファールは注意だけのようでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。およそ30メートルというところです。どうだ、裏を狙っていきます。ここは繋がりません。マテウス・サビオ、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏のスペースを狙う、クリーだ、シュート、いつもり、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。パスをつなぎます、アンダ、この柔らかいパス、これを読んでいました。ガンバが先ほどから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。そうですね、前線で奪えれば即チャンスですからね、非常にスタミナ消耗が激しいフォアチェックですけども、はい、相手としては大勢でプレスに取られました。これはどうだ、シュート、一森、うわ素晴らしい反応でした。縦のボール、フラタレ出るか、さあ来たか、ゆるく狙ったボール、これいいでしょ、どうだこのシュート、いやー橋は完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。柏は選手を変えるようです。キーパーからのロングフィード、福岡、ここは一旦バックパス、キーパー前へ蹴り出します。ここは通しません。手塚、長いボール縦へ仕掛けるか、さあ勝負、ミドル、なんと止めた、いやいやナイスセーブ、いやファインセーブですよね、よく取りましたね。これ柏チャンスを迎えたシーンがありました。鈴木、
ルーパスを出す。いいボールだ。さあ来たか。いい展開ですね。さあどうだ。いいプレッシャーです。多少強引に見えましたが止めます。いい形じゃないですか。さあ来たか。もうこれいいでしょ。中へのクロス来たか。止めてきた。わー決まった。勝ち越し頑張っ。いやーゲームをひっくり返します。宇佐美ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですがしっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる。フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。宇佐美今日2点目です。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはガンバがここで選手を変えるようです。さあガンバここでリードを奪いました。ガンバとしてはこの重要な場面でね、なんと言いますか、モチベーションを保ち続けたというね、はい、その結果が出ましたよね。そうですね。裏を狙っていきます。あいいボールだ。さあ来たか。これ仕掛けるか。さあ打ちに行くか。これいいでしょ。さあどうだ。シュート。いやここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。裏へのスルーパス。ここは通しません。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。ガンバここは時間を使います。中上げる。ここは通しません。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。さあカウンターを仕掛けます。もういつ笛が吹かれてもおかしくない状況です。来ましたよ。どうやるか。さあ来たか。もうこれいいでしょ。フリーでどうだ。シュート。オフサイドですかね。これは惜しい。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。思い切って狙ってきますよね。ここで笛です。2対1。柏無念の逆転負け。敗れました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。プレイヤーにとってもここに集まったサポーターにとってもホームならば確実に勝っていくだろうというね、ここでこの試合を迎えたと思いますけどもね。そうですね。ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。柏が2対1で試合を落としています。